アメリカ最新鋭空母ジェラルド・ R ・フォードがついに動き出したとの情報をキャッチしました。今回は、最新鋭空母ジェラルド・ R ・フォードと無人機化計画を詳しく見ていきますね。艦載機の6割を無人機化へ変更していくとして、空母の役割が劇的に変わってきました。中国はついてこれていないですし、中国の強襲揚陸艦は F-35B 戦闘機のような戦闘機がまだありません。やっぱりパクれなかったか。2022年10月4日、アメリカ海軍の最新鋭の大型原子力航空母艦であるジェラルド・ R ・フォード級の一番艦にして、ネームシップのジェラルド・ R ・フォードが母港であるバージニア州のノーフォーク海軍基地から出港した。今回、ジェラルド・ R ・フォードが向かった海域は大西洋で、同艦は2017年に収益を終えてはいたものの、新機軸の電磁式のカタパルトや兵器搬送専用のエレベータ等にトラブルが多発していた経緯があり、今回が本格的な実戦配備と見る向きは多い。ジェラルド・ R ・フォードは、満載排水量が10万1600トン、全長が 337.0m、全幅が 78.0m、喫水が 12.0m の大きさを誇り、規模的には、毎級で10隻が就役中のミニッツ級と、そこまでの大差はない。しかし、ミニッツ級までは、蒸気式だったカタパルト等を、すべて電磁式に改め、合計では、23箇所もの新機軸を投入したことが、裏目に出て、これまでは、企画、設計時に寄与したこれらの機能を、完全な状態で稼働させることができず、苦慮してきた。アメリカ海軍では、こうした事態を深刻に受け止め、以降は、新造艦に、一度に実装する新機軸は、もっと少数とするとの方針を打ち出しており、世界最強の海軍力を有する国の威信をかけて、これまでの悪評を覆すべく、脅に見える。今回、ジェラルド・ R ・フォードは、アメリカ海軍の艦艇として、性能評価を行う以外にも、同盟国や友好国の合計9カ国の国々との合同軍事演習にも参加する予定であり、ロシアに対する牽制の意味もあるのだろう。具体的な軍事演習の参加国は、アメリカ以下、カナダ、フランス、ドイツ、オランダ、スペインに加え、スウェーデン、フィンランド、デンマークで、将兵9千名、艦艇20隻、航空機60機という規模となることが見込まれている。今回、ジェラルド・ R ・フォードが投入され、合同軍事演習が実施される海域は、大西洋の他に地中海も含まれており、その場所や規模からも、未だ、アメリカ海軍の最新鋭航空母艦が、世界規模で展開可能であることを示す意図が伺える。そんな状況下の、ジェラルド・ R ・フォードだが、アメリカ海軍では、今後、こうした大型の原子力航空母艦から運用される航空機のおよそ6割を無人航空機に置き換える構想を打ち出しており、今後の展開が注視されている。アメリカ海軍の無人航空機の比率の向上に向けて先頭を走っているのが、アメリカの航空、軍需企業大手のボーイング社が手掛ける MQ-2 ゴスティングレイであり、分野としては、無人の空中給油機という範疇に収まる機体である。ボーイング社の MQ-25 スティングレイは、2019年9月に初飛行を成功させた機体で、現状のスケジュールによれば、2025年9月を目途に初期作戦能力を獲得し、翌2026年に実際に大型原子力航空母艦への実戦配備が行われる予定となっている。MQ-25 スティングレイの使用は、全長 15.5 メートル、
翼幅 22.9 メートル、全高 3.0 メートルの大きさで、通常の戦闘機よりも小柄なほどであり、16,000ポンド、7,250キログラムの燃料を搭載した状況で、最大約930キロメートルの航続距離を持つという。世界で最大規模の予算と戦力を有するアメリカ海軍ゆえに、そこで採用される無人航空機と聞けば、戦闘機が想像されるかもしれないが、MQ-25 スティングレイは、後方支援用の空中給油機であり、堅実な分野からの取り組みとなっている。空中給油機として活用させる MQ-25 スティングレイは、今後は、情報収集等の新分野にも進出するとめされてはいるが、いずれにせよ、直接の攻撃を行う機体とはならず、重要ではあるが、間接任務を担う存在に限定されるのだろう。これは、現時点では、無人航空機を、現行の艦載機である、有人戦闘機の代わりに用いることは、難しいと判断されていることを表しているが、アメリカ海軍では、無論、その分野における、研究開発も行った上での、現時点での動きとなっている。アメリカ海軍における無人航空機の開発は、古くは第二次世界大戦中にまで遡り、1942年にその記念すべき初の機体である TDN-1 が開発され、それは木製で全長 11.0 メートル、翼幅 15.0 メートルで、巡航時の速度が時速 233km だった。この機体に TDN-1 は兵装として2000ポンド爆弾もしくは航空魚雷一発を搭載可能で、無人の爆撃機、雷撃機と呼べるものではあったが、当時のアメリカ海軍の上層部は実戦に投入することは困難とみて、それを実行に移すことはなかった。その後、アメリカ海軍では TDN-1 に続いて同様の用途の TDR-1 を開発。こちらは全長 10.97 メートル、翼幅 15.24 メートルで、最高速度は時速 225 キロメートルを発揮し、総数195機が製造され、実際に日本と太平洋での戦いに投入された。TDR-1 は南太平洋方面において、大日本帝国海軍の艦艇への攻撃任務に、1944年9月から10月にかけて投入され、一定の戦果は確認されたものの、当時の技術力では、はるかに有人機に勝る成果とまでは言えず、以後は製造が打ち切られた。そこから時を経た2003年2月、ノースロップ・グラマン社が、アメリカ海軍の要望を受けて、開発を行った無人戦闘機 X-47 ペガサスの初期型である A 型が初飛行を成功させ、全翼構造でステルス性能を備えた同機は大きな注目を集めた。 X-47 ペガサス A 型は全長 5.95 メートル、翼幅 5.94 メートル、全高 1.86 メートルと非常に小型な機体で、これは同機がその後に製造する機体を縮小した実験用であったためで、およそ半分の縮尺で作られていたという事情があった。アメリカ海軍の X-47 ペガサスの計画も、紆余曲折を経ながら何とか継続され、2011年2月に、X-47B とし、陸上から発進する初飛行にこぎつけ、その機体は全長 11.63 メートル、翼幅 18.92 メートル、全高 3.10 メートルの大きさとなっていた。続いて、X-47B は2013年3月には、ミニッツ級航空母艦の10番艦、ジョージ・ H.W. ブッシュから、カタパルト射出による離陸に成功。同年7月には、同艦への着艦にも無事に成功し、その時点では、いよいよ、無人戦闘機が、艦載機となる可能性を示していた。しかし、
2016年3月に、アメリカ海軍は、ここまで続けてきた X-47B の開発を中止したことを公に発表し、その要因は、主として予算上の問題であると述べ、代わりに冒頭で述べた、ボーイング社の MQ-25 スティングレイの実用化を目指すと説明した。アメリカ軍の無人航空機といえ、バー RQ-1 プレデターや MQ-9 リーパーが、つとに知られた存在ではあるが、これらは、いずれも、地上の拠点の担当者による、通信を介した遠隔操作を行う方式であり、X-47B とは、その点が大きく異なる。X-47B は、搭載された人工知能が、自らの判断で、自律的な飛行を行う、無人航空機であり、その先進性は、将来の戦場の様相を一変させるとまで予想されていたが、さしものアメリカ海軍でも、膨大な予算を投じるほどの効果は、見込めないと、判断したと言える。しかし、有人戦闘機の搭乗者は、その運用にあたって、大きな気圧の変化にさらされることから、一度でも、虫歯の治療を受けたことの、ある人間は、そうした環境下で歯が破裂して、操縦を行えなくなる可能性があるため、非常に限られた人間にしか務まらない。こうした戦闘機が、搭乗者に与える負荷の大きさと、選抜の困難さを勘案すれば、いずれ、人工知能の性能が、今以上に向上すれば、無人戦闘機の開発は、再度本格化すると思われ、潤沢な予算を持つ国から、置き換えられていくのだろう。